はい、声がガサガサ。港に到着しましたけれども。到着しました。あのなんかちょっとあの、うん、想像してたのとちょっと違う。思った。あのもう完全ななんか漁に行く。これすごいね。これ貴重だね。ちょっと楽しみです。これちょっと楽しみだね。フェリー乗ったし。そうだね。大きいの乗って。そうだね。ちょっと高速なの乗って。そうだね。次これで。もう網羅するね。網羅してる。船。だってもう船初だからね。そう。船の旅。さすがだね。もう海賊全部網羅する。晴れてるしね。いや本当だね。そう、雨降ってないからね。なんか急に海荒々しくなったらやばい。それはちょっときついですね。いろいろフラッシュバックしちゃう。ね。うん、行こう。さあ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 漁船クルーズ乗りまして、もう完全防備だね。完全防備でございますよ。でもなんかいいね、なんかピンクに黄色ちょっといいよ、綺麗よ、みんないい感じ、いい感じよ、色映える感じ、いい感じ。いやなんかさ、これをね、ちょっと乗ってね来てたでしょ。あの座ってる席とかさ、ちょっと若干濡れてんのね。そうなんですよね。ちょっと薄々感づいてます。感づいてた、これさ、水入ってくるってやつ。そういうかスプラッシュ、うん、みたいな感じ。大丈夫かな。いや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 、ね、いや、まあ、大丈夫じゃないですかね。多分ちょっとなんかまあ濡れてますね。ね、うんうん、なんか楽しめそうよ、ちょっとアトラクションみたいな感じで ね、 ね、ちょっと楽しめると思う。なんかちょっとワクワクするね。楽しみです。なんかもう揺れてるもん ね。ちょっと揺れてるよね、もうね。もう酔ってきた。早っ。え、気のせい、揺れてない。気のせい。ここだからここで下ろしていいんですよね。出発するみたい。出発するみたいですよ。なんだあれ、貝？すごい。わすごい。貝がいるね。これすごい、あの。バイバーイ。これすごいね。うん。あのさ、はい、海もすごい透明だから。すごい綺麗ですよね。魚とかも ね、ちょっと見えるかもしれないね。いや見えますねこれ。いや深いよ。すごいすごい。どのぐらいのスピード感なんだろう。いやそう、わからないですよね。怖いよ。怖いね。加速してきた。結構速くない？結構速いかもしれない。やった。わあすごい。あすごい。風が。あ結構風感じてきたよ。風来てる。あそんなに揺れないね。揺れないです。そんなに揺れない。うん、気持ちいい風が。気持ちいいね。はい。この後だから。出たらですか。ああそういうことね、まだ。ここまだ揺れないとこなんだ。まだ。これからこれからなんだ。この感じなら全然余裕だな。そうだね。なんかいるよ、あれほら。いる。え
何潜ってった潜ってった結構しかも長くないですか潜ってる時間何あれ自然がいっぱいですねなんかこうやって潜っていったよいやそう見ました、ね、見ましたあちょっと出そうじゃないですかもうちょっとしたらもうちょっとしたら出るよ来るかもおちょっと上げたねあ上がってきたね揺れてるね揺れてますね上がってきたねお尻も揺れてるお尻も揺れてるお尻も揺れてるイエーイほっぺの肉揺れるおあ気持ちいいあ気持ちいいよ見てくださいこのこの光景景色すごいね何もないすごいほらいい、ね、気持ちいいね気持ちいい風がいい感じすごいすごいなヤギシリトあれヤギシリトひどい卵ですよありがとうございますこれより1時間10分ほどかけましてお電気を一緒いたします本日の天候はここに波の音かどうかうねりがありまして全然酔わなさそうえ、揺れやばい酔わない全然酔わないなんか今日の波はうねりがあるらしいですよあれあれこれ揺れてる方なのか揺れてるんだねそうなんだねでも大丈夫私たちは味方が飲んだから今はもうひだが大きくなりましてそろそろ光の準備をしておりますどっかに飛んでるのかな、うん、ねえでも気持ちいいね気持ちいいですね、この波の感じも好きなんですねねいいよねこの後ろのねそうわーすげーなどんどん離れてくよyou
いっぱいいるね。すごいすごい。ヒナもいるんだ。ちょっと昨日見れなかった。前じゃん。見えた今日。見えたね。見えた。ちょっとあの真ん中草が生えちゃってるけど。うんうん。形を見るとね。ね、ハート。なってる。なってる。ね。されたね。緑の繁殖地だって。おいっぱい飛んでるよ、ほら。本当だ、本当だ。白いの。いっぱいいるね、白いのね。あれ、止まってるの全部そうよ。あの下、あの下そうかもしれない。めっちゃいるね。ねえ、うん、鳥でした。顔に見えてくる崖のやつが全部顔に見えない顔アルパカいるもん、あそこに。すごい、なんかあんなに鳥が飛んでる状況もなかなか見ることないですよね。もうあの岩の白いところが全部もう鳥だね。いや、雪みたい。すごいね。すごいね、あれなんかもう小玉のように並んでるね。神様。そんな感じ。あれ何？あるね。なんだろうあれ。
なんだあれ、あの何かで使われてたのかな。なんか建物だね。うん、そうですね。お家？お家みたいだね。住む？住もうかな。結構ね、大変だけど大丈夫、生活とか。海泳げるし住む。いいじゃない。あれね、はい、海鳥を観察する建物なんだ、はい、そうなんですか。建物もあるんですね。すごいね。これはいいね。これだけ近かったら見えますもんね。すごいな。いい感じ。いやいいね。これちょっとまた SNS とかに上げたらね、うん、なかなか撮れる写真じゃないよね。映えないですね。映えですよ。映えるね、これね。映え。これはすごいわ。ねえ。めっちゃ近いね。あ、鳥見える。いいね、うん、風が気持ちいいです。本当にこれ晴れてたらもう、そうだね、これ青空だったらもっとすごいかもね。もうすごいんじゃないですか。これでも結構満足してますけどね。もっと変わったのかな。すげえなー、すごい。でもね、野鳥を写真で撮ってる方はもう、ね、写真難しい。もう、ちょっとスタッフがもう目が泳いでる。あ、いいね、行っちゃった。いやいや、なかなかないよ。カメラ持ってこけるのやばい。揺れる。これか。水面を走ってるのを撮るのが多分写真を撮るのにいいんでしょうね。そうだね。なかなか見れる光景じゃない。しかも近いもん。いや近いですね。すごい。もう俺支えがあるから。さっきのね、港にいたカメラマンさんも、はい、東京から来たみたいですよ。やだ、この景色を撮るために。これは見に来ますよ、ね、分かっちゃう。なんか顔に見えるね。発想が豊か。いやー、アザラシ収めたいな。収めたいですね。これ口が来た。来たんだね、口が。いやー、これはでも本当ぜひ肉眼で見てみて。いやー、本当だね、ちょっとね、もうこれはすごいね。すごい、なんか、なんだろう。あ、すごい、すごい。絵本みたいじゃないですか。いや、本当。本当に、その鳥の飛んでる感じとかもそうだし。すごいわ。三枚屏風が当たっているように見ることから、屏風岩と名付けております。屏
部位は。両部位は。なあれなんだろうな、白いのね。先々月はアザラシでしたらしいです。いいな、本当ですか。岩みたいに寝てるから動かないけど、よく見ればアザラシ、はい、すごっもしかしたらいるかもなって。なるほど、そうなんですね、止まってるんですね。見つけれるかも。いや、アザラシ見たいな。いや、見たいですね。左の崖の下の方に建物が見えてきましたけれども、これは何かと言いますと、昭和30年頃自衛隊員が休憩を取った建物。あれだあれだ、わかる？まっすぐなあの岩の下に、この辺の岩の上に何百個の上陸をしており、あまりの不景気に自衛隊に来てもらって駆除してもらったことがございました。家だね。家だ。あれ岩の下。骸骨マークになってるよ今。骸骨マークにもなってるね。あれ骸骨だよ。骸骨マークだね。すげえ。あれなんだ？あれなんだろう、あの上の。矢尻を立てたような岩。赤岩と言います。山の方に展望台がございます。この周辺が宇土の巣穴がたくさん集中してある場所です。で、昨日ナイトツアーに行った場所があそこの周辺です。なんかいそうな気がするけどな。アザラシに見えるよあれ。なんかね。あ、岩だ。岩なのか。普通の岩なんだ、白いのも。あ、本当だ。ね、うん、ほら。ね、騙された。ね。あんだ。もうちょい近く行きたいね。でもこうやって見つけるのも楽しい。ね。ね。本当にもう島を一周するんだね。ねえ、すごい、うん、距離が、ね、だいたい1時間半ぐらい、1時間半ぐらいかけて。これ全部鳥白いの。すげー。崖のところ、岩のところにもさ、岩のところもいるね。白と黒でめっちゃ分かれてる。ね。わわわ。上すごいよ。ね、ついてきてるよ。かわいい。めっちゃ泣いてる。すごいね。ね、ついてくんだね。いや、なんかすごいね、海側から ね、木の止まった旅館が、うん、不思議、なんかなんか不思議だね、うん、自分の見てたところに今いる ね。あの坂道あるか、いいな。
いね。昨日あそこでね、ウニを食べまくりましたからね。食べまくった。ウニ食べまくって、アワビ食べまくって。食べまくったね。海鮮尽くしでしたね。密集してきてるんですね。ねえ、うん、だってさっき進行した方向に今ね、そうだよね、進んでる車でこう行った方向に、ね、走ってるので、もうじゃあもうすぐ着いちゃうのかな。そういうことじゃないです。あとちょっとで、ね、あとちょっとで終わっちゃう、ね、早かった。あっという間だね。あっという間ですよ。あと10分20分だ。10分20分ぐらいあって、うん、なんか1時間半乗ってたとは思えないぐらい。思えないですね。ね。あっという間に終わっちゃう。ね。うん、なんか楽しいとね、ね、すぐ終わっちゃうよね、うん。ずっと景色ね、見て。なんかすごい固まってるね、あれ。ね。塊がまじ。すごいね。ね、一周でした、ね、1時間半あっという間、ね、あっという間。一周って意外にすぐできるんです ね、船だと、ね、一通り見れて、うん、いいですね。こっち側は冷たい風が来るんだ ね、うん、ね、このこっちの島の裏側は暖かかったもんね、うん、全然違いますね。ね、全然違うね、気温が。風の向きかしら、ね、いやでも気持ちいいね、なんかね、気持ちいいですね。キーンとしていいね、ちょうど暖かくなってるね。で思ったよりかからなかったね。ね、そうだね。うん、今日海もよく。はい。うん。すごい穏やかな。本当ね。全然違います。あ、あのおかげで暖かかったね。暖かかった。脱いだ瞬間寒いもん。そうだね。かわいい。かわいい。なんかちょっと陸に上がるとやばい、何これ、フラフラするね。あ、すごい、え、私だけ。どうぞどうぞどうぞ。
こちらどうぞ、こちらどうぞ。浮いてる、浮いてる。なんかちょっと違うね、感じがね。気持ち悪い。揺れてるもん。ね。絶対なんか揺れてないから。どうでした、一周してきましたけど。楽しかったね。あっという間の時間です。ね、あっという間だったね、本当にね。いやー、ちょっと満喫してますね、島を。いやもう最高。